はい、こんにちは。ピースの渡辺です。今日はですね、ありがたいことに車の買い取りにご依頼いただきました。ありがとうございます。こちらのこれ平成19年式のホンダアコードですね。珍しいね。最近あんまり見かけなくなったな。セダン自体がね、本当に少ないからさ、やっぱ好きな人しか乗らないもんね。実用性はないんでね、セダン趣味性の車ですよね、こういう風な車ってね。もうね、でも私セダン大好きでさ、本当にセダン、クラウンとかね、グロリア好きだったな。本当昔友達でこれの清少納言、このモデルなんだっけかな、 CL7 度か9度かっていうモデルだっけかな、私が免許取り立ての時にこのモデルだったと思うんだよな。これのステーションワゴンとかさ、めっちゃ流行ってたな。これの前モデルなんだか、これの前か。そうだな、20年経つからな。もうな、俺免許って20何年経つからな。これの前モデルないですか、アコード、ステーションワゴン。友達でも乗ってるやついてな、かっこいいなと思いながらさ、セダン、まあ、セダンがね昔から好きだったんですけど、でもね、あの頃昔若い頃、カローラ版とかさ、あとはなんだ、マークス版とか、あの四角いやつ、モデル忘れちゃったな。平成一桁台とかさ、昭和最後らへんのとかね、カローラマークス版、あれマー版とかね、懐かしいな。あの辺のやつさ、後ろにウーファー積んでさ、どん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 つってさ、いましたね。あとこれの前モデルだな、これの前モデルのアコードでステーションワゴンのやつ流行ってたな、昔な。セダン乗るか、あと高級車のセダンね、クラウンとかセルシオとかさ、あとグロリアね、そういうの乗るが、なんかこうちょっとこうおしゃれにステーションワゴンでね乗るかみたいな。まあまあ、そんなのがね、昔、まあ20年前かありましたね、私のね、あの若かりし頃、そんなのがね、私のね、あの周り友達でね、結構流行ってたなって記憶ですね。これの前モデルだな。まあまあいいや、とりあえず、セダン買い取りいたしました。ありがとうございます。アコードですね、平成19年式のアコードだね。で 2400cc でした。こちら遠方の方のお客様がね、この YouTube チャンネルを見てくださって、わざわざピースまで買い取りご依頼ということで、埼玉県の方からでしたね。ありがとうございます。わざわざね、埼玉県の方より、ね、こっちまで持ってきてくださってね、本当に感謝いたします。アコードタイプ S、 そのお客様、アコードのユーロ R、 このモデルのユーロ R6 速のやつ購入されたってお話でしたね。洒落てますね、ユーロ R、 いいね、ユーロ R。 なんか昔うちでもね、これの前モデルのユーロ R なんていうのね、森くんだな、 YouTube にね、うちの方の YouTube にちょこちょこ出てくれる森くんにね注文を受けて、これの前モデルのアコードユーロ R、 森くんにね、あの売ったことあったな、頼まれてさ、注文されて、その頃も高かった。でも今でこそもっと値段はやっぱり高騰してるかな。スポーツタイプセダン、スポーツセダンつったらいい、マニュエルのセダンね。ユーロ R はなんか別格なイメージで値段ついてるなって感じですね、このアコードの中でも。まあこれは今回はタイプ S ってやつだったんでね、まあ普通のオートマのやつ。まあ一応今回この買い取りは、まあパーツ取り、輸出向け買い取りって扱いでね、買い取りさせていただきました。今回、こちらのアコードピースの買い取りは10万円での買い取りですね。これが UR とかだったら、もうすごい、もっとポンと上がっちゃうね。うん。ね。まあちょっとまあ UR とかさ、ああいう風なスポーツセダンに関してはちょっと別格な部類なんで、感じが近くなっちゃうんですけども、まあどんな車でも買い取りいたします。今回こちらのアコードは、平成19年式、15万キロの車でしたね。15万キロの車で、買い取り価格10万円で買い取りさせていただきました。ありがとうございます。ピース買い取りも得意でやらせてもらっております。でもこういうの見るとね、欲しくなんだな、個人的に欲しくなっちゃうんだよね。毎回思う、こういう風なおっていう風な車が来ると、毎回ね、いやーちょっと乗ってみてえなーとかねって毎回思っちゃうんだよね。単純にセダンが好きなんです、本当にセダンが好きでさ、
いろんな車、まあね、車やってるのも車が好き で安く車乗るのにどうしたらいいんだろうと思ったとこからさ、まあ、私なんかはねこうやって車やっていう商売やってたんですけどね、え、本当セダンが好きなんですよね。こういうの見るとね乗りたくなっちゃうんだよな。まあでもな、あんまり税金払ってねナンバーつけとくわけにもいかないんでね、怒られちまうもんな。私があの自家用で乗ってたグロリアの方も、これはもう今月抹消をかけました。グロリア Y33 のグロリアでも、こっちのスカイライン、これはピースで今台車に使いながら、これも買い取りで、YouTube チャンネルを見てくださってた視聴者の方から買い取りご依頼でねいただいてたスカイラインでしたね。ありがとうございます。これは今ピースの台車として、車検長かったんでね台車として使わせていただいておりました。4駆のスカイライン程度いいんですよ。ものすごく状態綺麗でね、車検も長かったから、あ、これは使った、本当には使った方がいいなって、ね、あの台車としてピースでいろんなお客さんに使っていただいてましたね、乗っていただいておりました。いいね、グロリア Y33、 私の自家用でこの間まで乗ってた車、これ何年式だっけ、9年式10年式、確かそのぐらい。走行距離がねまだ5万5000キロです。もうね走行距離なるべく伸ばさない方がいいかなと思って、とりあえずしばらく保管しておこうと思いました。最近 Y32 はねもう完全に値段高騰してるなって感じなんですけど、この33あたりも、まあ、じわりじわりとこのグランツーリースモードだと値段の方も上がってきてるなって感じだったんでね、希少価値って言ったらいいかな。一時期ね5万10万でさスクラップ、本当あの鉄くずの扱いを受けてた車ですけども、そういう時代を乗り越えて生き残ってるね車なんで、今ではもうそういう値段では買えないですね。じわりじわりと値段の方が上がってきてるね。こういう風なグロリアとか昔の高級セダン、かっこいいもんな。本当憧れた車だこれ。昔私の友達でもやっぱこれいたもんな。 Y32 乗ってるのもいたけど Y33 乗ってるのもいたね。シーマもグロリアもどっちもいたな。昔流行ってたんだ本当に。でもな、昔はよかった。セダンいっぱいさ、みんないろんなセダン乗ってた。インスパイア、ホンダ系だとインスパ乗ってるのもいたしね、ビガーなんていうのもいたね。ビガー初めて見た時さ、なんだこの車と思ってね、ホンダのマークついてるけどなんだこれインスパじゃねえな、ビガーだって言わっちゃそんなのもね乗ってる友達いましたね。昔みんないろんなセダン乗りながら20年前かな、流行ってたんだ。まあ、一応ピースで、買い取り、なんか私の昔の話も含めながらねちょっと今回動画撮ってみたんですけども、どんな車でも買い取りさせていただいております。輸出向け買い取りとか、まあ国内販売用の買い取りはもちろんなんですけど、スクラップの買い取りなんかもやっております、ね、車のこと何かありましたらご相談よろしくお願いいたします。バイバイ。